ございます。今のは危なかった声にしてください。前髪がぐちゃぐちゃです。おはようございます。今日は月サイン会だね。そうです、今日は月サイン会です。初めてチェックキーさ緊張する。すい、頑張ってサイン書きたいと思います。さん、モーさん、ハートありがとう。モーさん、祭りだ。わしわしわ。ありがとうございます。この服を決めですよ。また。サイドジャスト。お願いします。目覚めてたいね、目覚めてたいだろ。切れてるよ、切れてるよ。お顔のコンディションいかがですか？わからない。なんかさ、自分的にさ、今日は顔が可愛いと思ったところでさ、ところでというかさ、と思っても、なんか違うとか思っても、はたまたさ、自分今日顔めちゃくちゃ不細工なんだけどみたいな不細工なんだけどみたいな日とかさ、逆にそういう日は本当にさ、本当にというか、なんか今日可愛いよって言ってもらえることが多いから、わからないね、なんかってなってる。自分の可愛いって何？って。わからない。もうわからないです。私の理想の顔。どうしても理想の顔に近づきたいのに、全く近づけない。それは元が悪いからなんですけど。まいちゃん、のんちゃん、そうくん、ハート
ありがとう。ていうかメンバーに聞いたらさ、やっぱり私がブサイクだな、今日ブサイクだなって思った時に可愛いって言ってもらえるんです、みたいな。このわかりません、もうそんな仕事行ってきますね、バイバイ、そうくん行ってらっしゃい、バイバイ。よいしょ、ハグレ様、ハートありがとうございます。すみさん、祭りだわっしょい、ありがとうございます。芸能人さんね、どういう顔、待って、子猫か子犬みたいな人に入れたかった、みたいな顔の人に入れたかった。レン君バラありがとうございます。ハラさんだるまありがとう。ハムスターとか、いや、なんだみんな私のことどるいって言うの、ありがとう、ミーアキャットみたいな、こう立ってそのパジャマ初見です。いや、このパジャマ、これパジャマじゃないの。これさ、あの寝巻き。そう、寝巻きっていうか寝巻きパジャマじゃんそれ。違う、なんか部屋着、なんかね、あのさっと着れるみたいなね。
くさん熱くない、いや薄いから大丈夫だよ。黒さんハートありがとうございます。しげさん電球ソーダありがとうございます。ショールーム、そうそうそう、月替えはショールームで行うので、ぜひまたショールーム見に来てください。6時から髪型決めた？決めた、髪型決めたけど自分的にできるかわからないできるかわからない髪型決めました。ありがとうございます。編み込みやな、編み込みめっちゃむずいよね。一回やったことあるけどさ、自分でむずくてさ、なんかぐちゃぐちゃになった。むずい編み込みは。なんか人にやるんだったらちょっとできるけど、自分でやるのってめっちゃ難しいよね。なのにゃうまっ、ありがとう。ヨシピアさんハート。そうだから完璧な姿は皆さんに見せられないけど、未完成のお顔でも見ててね。TikTok のにゃんこ、にゃお、甘えてもいいかな、にゃお、君といたいな、一人にしないで、君が好きだ、ぼぼこさん、かわいい、ありがとうございます。振動のやつ、あれ、え、あやふ、うん、ねん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 、スイツーワンツートゥン、振動いや、あれ怖い。ででで、わー、はははははは、みたいな、なんか海外で流行ったやつらしいですけど、わーで、なんかねめっちゃ怖い顔になるんです。怖くて
やろうかな。ニャムニャム、まありがとうございます。ふうさん、デブニャンハートありがとうございます。とデブニャンだるま、うまありがとうございます。ちりちゃんハート、ハルさん、ひまわりありがとうございます。でゃい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 でマキさん、かわいい、ありがとうございます。ハルさん、尊い、ありがとうございます。今日友吉ちゃんの誕生日だって、行かないと。あれ、あ、ちゃんお誕生日おめでとう、タムタム。まだみんなの誕生日を把握できなくてごめんなさい。本当？タムちゃんお誕生日おめでとう。いつ会えるのかわからないけど、タムちゃんの動画あげますね。TikTok でもタムちゃんの動画あげるね、じゃあたくさんご飯食べさせてあげて、うん、これからもたくさんご飯食べさせるね、食べさせるねって言い方、言い方違うよ。タムちゃんが大食いなの。タムちゃんがたくさん食べる子だからね。タムちゃん年上、一緒一緒、タメ。いっぱい食べる君が好き。それと一緒。本当嘘っぽく見える。みゆちゃんまだいけると、え、もう本当にそうだから、こうもうあのね、そのご飯を持ってる時も、いやもうみたいな、大丈夫だよみたいな、もっとあげるよみたいな言って。いや、お姉さん、いやでも本当よ、お姉さんの声でしょ、お姉さんなの。ノンノンさんハートありがとうございます。エロシさん、初見です。こんにちは。やっほー。
そう、身長私の方が高いんですよ。だから大人。ルンニャンはルン、ありがとうございます。ミユ姉様だよ、ミユ姉様。ちゃん低いね、たまちゃんは低いですね。まあそういうところが可愛いんじゃないですか、ね、ね、ピオちゃんと同じくらいだと思うね。その中で一番身長高いのは私ですけどね。すみちゃんハートありがとう。眠くなってきてしまった。祭りだ、ありがとうございます。キャンクローさんの分ありがとうございます。あーみんな寝た。ロコモコさんアイスありがとうございます。意味高校3年に見えない。嘘。じゃあ何に見えますか。ミヤキャット、ミヤキャット、ミヤキャット。見えちゃった。パラビーみたいな顔。マサヨシさん、マサリだ。ハートありがとう。カピバラみたいな。赤ちゃんのモノマネ。したくて負けちゃなかったじゃん。アナさん、マッキーさん、ハートありがとうございます。店長さん、ナルマンありがとうございます。ミミ朝から元気だ。元気です。元気だぞ。本当に。ハラさん、ハートありがとう。ミミのお礼話し会を申し込んで。ありがとうございます。フルピーナッツ。レン君ハートありがとうございます。朝からさ、なんでもない、いいか。ではちょっと7時になったので、私の配信は終わりたいと思います。用事あるから戻るわ。いってらっしゃい、またね。はい、では今日はですね、
6時から18時からオンラインチェキサイン会があるので、ぜひよかったら、あのね、買ってくださった方とか、ぜひよかったら見に来てください。お話をしましょう。コメント打ってくれたら見るので。緊張しますけれども頑張りたいと思います。そして今日はタムちゃんのお誕生日ということで、タムちゃんおめでとう、タムおめでとう。またこれからもね、タムと一緒にお仕事とかしたいし、ご飯も行きたいしね。ね、タムこれからね、これからもいろんな思い出を作っていきたいなって思っています。強ぽかぽかさんでありがとうございます。このスタジオの話か、あー、あれね、ありがとう。3対1、きょちゃんさん祭りだ、ありがとうございます。よくさ、その名前を書いたあと後ろに3をつけないといけないみたいになるじゃん。それだったらさ、このきょうちゃんさんとかさ、きょうちゃんさんさんみたいなね、そんなアホみたいな考えするの私だけか。はい、では終わります。13位しげさん、12位ロコポコさん、11位マサヨシさん、10位マッキーさん、チキ会楽しみ、うん、マッキーさんありがとう、マッキーラブよって書いとくね。8位間違った、9位うん、合ってるか、9位ポンタ、8位店長さん、7位ナオナオさん、6位レン君、5位フーさん、4位がミューナのチキサイン会楽しみ、好きよ、ハラさんありがとうございます、ハロハロって書いておくね、たくさん、もう全部それで埋まるから。第3位が夏みかんさん、チキサイ不参加だって、ピピピピエンピエンピエンコーテプエン、まあこれからも TikTok 見ててくださいね。そして第2位がふーさん、ありがとうございます。なんで、あ、劇場版おすすめの日とかある、それはまたちょっと後日決めさせていただきたいと思います。ごめんね、早く決めてなくて。とりあえず全部おすすめ。一番めんどくさいというか、一番困るよね、この全部っていうのが、全部おすすめ。そして今日の第1位がモーさんです、イエーイ、モーさんおめでとうございます、今日の1位ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、では今日もね、1日皆さんもね、お仕事とかいろいろとね、頑張ってください。みんなならできるよ、イエーイ。ではオン、今日のラッキーナンバーは93位、まさひろさん、おめでとうございます、イエーイ、今日のラッキーナンバーさんです。今日は何かしらいいことが起きるかもしれませんよ。そして今日のラッキーカラー、ラッキーカラーは鈴蘭です、イエーイ、今日のラッキーカラーは鈴蘭ということで、鈴蘭色、まあそれは白とかそれの色ですかね、が、今日のラッキーカラーです。ということで今日のラッキーカラーも決まったことで、ところで配信終わりたいと思います。皆さん今日も一日
頑張っていきましょう。なんだっけ、今日も一日頑張りましょう。せーの、ハッチみたいなっていうね。はい、では皆さんありがとうございました。またねー、バイバイ。